それでは木下選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。はい、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。まあ、めちゃめちゃ、まあ、テンション上がったんですけど、まあ、あの反則しちゃって失格になっちゃったんでめっちゃ落ち込みました。やはりこう勝った時にはすごいエキサイトしてたけれども、判定聞いてちょっと、そうですね、まあ、エキサイトしすぎたからこう掴んじゃったんですかね多分。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか。いや、思ってた通りですね。思ってた通りというか、もっとこう腹決めて出てくるんかなと思ったんですけど、まあその想定通りの動きでしたね。今回住村選手に、まあ、あの反則で失格とはなってしまったんですけれども、はい、まあ、その倒したというところは実際やったところで、まあ、自分の、はい、実力というのをこう相手を通して知ることができたというか、そういう感覚ありますか。まあ、そうですね、まあ、自分の実力をこう、まあ、今住村選手ディープの正規王者で、まあ、その人に対してこう出せたっていうのは、まあ、大きいかなと思いますね。今回初めての雷神の舞台だったんですけども、それはどんな印象でしたか。いや、あんまりこう場所は関係なかったっていうか、いつも通りの感覚やったんで緊張もなくできたんで良かったです。それでは、試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますか。まあ、今後、まあ、その試合前のインタビューでも言ったんですけど、まあ、パンクラスで今やってるんですけど、まあ、ベルトに向けてまたやっていけたらなと思いますし、こうまた雷神にもこう呼んでもらえたら、まあ、次はこうロープつかまんと倒したいなと思いますね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。 MMA プラネットの亀池と申します。はい、お願いします。ありがとうございます。右手はどうされたんですか。いや、多分1ラウンド目の途中で多分なんか頭どついたっぽくてめっちゃ痛いですね。ただ最後相手倒したのも右でしたけど、はい、その時は特に、あ、まあ、試合中は、まあ、うん、まあ、俺でよくは関係ないと思ってるんで、まあ、重きにやっただけですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。本格的な松山です。お願いします。試合を、まあ、あのかなり制して、はい、ただ最後のその反則のところは、はい、あの金網をつかむってこと自体が反則だってことは、あの理解はしてた。理解はしてるんですけど、こうおっしゃーって思いすぎて掴んじゃったですね。じゃあ次回はそれをしないように、まあ、そうですね、もう今後こうトリガー出る人はこうやっぱ周り見て金網ないかチェックしてからこう踏みつけてほしいですね。踏みつけ自体はそのこうあのユニファイドと違ってやれるっていうことが頭に入ってたから。そうですね、雷神はやっぱサッカーボールと踏みつけありなんで、なんかこう踏みつけて終わらせたろうって思いすぎてが過ぎたっすね。はい、わかりました。ありがとうございます。